ってなかった。もう一回やって。は？え、ちょっと天心の邪魔しないでちょっと。え、もう一回。お願いします。もう一回行きます。今日はプレミアムデラックスメモリアル武人ソードバックルを紹介しまーす。フィーバースロットブーストマーク2バックルに続いて武人ソードもメモリアルで登場しましたー。あ、モニちゃん。叶うよ。願い続ける限り。ということでファンタジーレイズバックルもメモリアル仕様で登場しましたー。今日はこのファンタジーレイズバックルも合わせて紹介しちゃいます。それでは早速やっていこう。バンバニー、まずはプレミアムデラックスメモリアル武人ソードバックルを見ていきましょう。ということで早速ね、デラックス版と並べてるんですけれども、はい、モニちゃんちょっと違い分かる？これ私の方がデラックスで、そうこっちがメモリアルです。このデラックス版ってここだけ塗装だったけど、そう全部塗装になってない？そうなんですよ、この部分とかがね塗装になってるんですよ。上のところが分かりやすいかも。そう本当だね、ちょっとこっから見ると全然また違うよね。定型色にはないなんか輝きというかね、そういうのがちょっと塗装で分かるよね。本当これ実物見てほしいんですけど、うん、質感がねまた違いますよ。さらにね追加で塗装された部分あります。森ちゃん分かる？このサヤのところ、そうここもねちゃんと、うんシルバーで塗装されてます。すごい、ね、さすがプレミアムって感じするよね、うん、そしてね天面の部分もね塗られてるんですよ。ここ分かりますでしょうか？すごいね。そうぐるっと一周させてみよう、ぐるぐるね、ここもほらこれ、ね、デラックスの方はここでねなくなっちゃってるんですけど、ここまでねしっかりと塗装されてます。ここの天面の部分さ、うん、自分で変身して見下ろすときにこうデラックスの時は塗装されてなくてちょっとは気になってるなっていうのがあったんだよ。あーなるほどね。けどプレミアムでこう塗装されて見下ろした時のこのね、はいはい、風景が最高、うん、ああそうだね、これぞあっぱれプレミアム。さあ続いて音声を鳴らして遊んでいきます。武人ソロということでね、桜井景和のボイスを聞いていきたいんですけども、その前にこちら。わーこれメモリアルブーストマーク9レイズバックルじゃん。そうなんです、このブーストマーク9レイズバックルと今回のね武人ソードのバックルでエースと景和の掛け合いが楽しめちゃうんです。え、それすごくない？そう今回はねちょっと例として45話のエースと景和のバトル前のシーンをちょっと再現してみましょう、うん。オーディエンスの皆さんを味方につけて満足か？あんな奴らどうだっていい。お前を倒してこの世界を作り変える。誰かを犠牲にして叶えた世界に本当の幸せはない。そんなこと分かってる。でも家族を取り戻すためには他に方法はない。これメモリアルブーストナインレイズバックル持ってる人武人ソード絶対ゲットした方がよくない？絶対買った方がいいね、うん、最高じゃん。この2人の掛け合いマジ最高です、うん、皆さんもぜひやってみてください。では続いて変身をやっていきます。ちょっと待って、バックル外れる音鳴ってなかった？もう一回やって。は？え、ちょっと変身の邪魔しないでちょっと、もう一回お願いします。もう一回行きます。じゃあなってるんですよ。この音絶対にメモリアルが出るんだったら収録してほしかったから超嬉しい。そうだよね、うん、けどねまあちょっと一回細かい説明置いといて返信させて、はい、あ、そうでしたね、はい、失礼しました、はい、バンマニセンスアベンジブラックジェネラルは武人ソード。それでは次に必殺技をやっていきます。武人ソードストライク。変身と必殺技をやっていきました。すごいよ、今のターボン戦で見せたさ短縮変身音でしょ？そう。え、しかもさしれっとやってたけどさ姿を消す時の効果音も入ったしさ、はい、何よりさ外す時の音が入ってるのちょっと感動なんですけど。ここだよね、うん、やっぱこれデラックスの時なかったからね、うん、これ嬉しいですよね。もう何よりも嬉しいっていうのも、うん、ご覧のようにですねここにね新しくスイッチが追加されたんですよ。うん、あ、本当だ、これ私のデラックスだけど、はい、ないです。ないでしょう。ないない。そう、ここに追加されたことによってバックルを外す時の音が鳴らせるようになったんです。
え、つまりじゃあ新規造形で作ってるってことだよね。そういうこと。これはあっぱれだね。そしてまだまだね、嬉しいポイントがあります。なんでしょう。なんとね、変身するときに思いっきりここを抜刀しても鞘と手裏剣がね、外れない仕様になってるんです。え、デラックスはさ、こうやって普通に外れたけど、はい、そう、これが外れないってこと。これがね、プレミアムデラックス外れないんですよ。それは嬉しい。嬉しいよね。結構さ、遊んでるとさ、ポロッと取れちゃったりするタイミングがあったりするのよ。 うん、それはね、ありがたい改良ですね。これね、全然外れないです、うん、というのも、デラックス版はね、バックが落ちた時に壊れないようにするためにね、あえて外れる仕様になってたんだけど、あ、まあ、今回はね、プレミアムでメモリアルということで、うん、対象年齢が15歳以上なので、ここがね、もう外れないようになってる。あー、なるほど。大人も楽しく遊べる世界になったってことね。そう。そしてね、セリフ音声もまあ豪華。え？ケイワだけじゃないです。うん。無人ソードバックルを生み出したツムリ、そしてサポーターのケケアの音声も入ってます。マジか、すごい。はーい、じゃあツムリが聞いていこうか。桜井ケイワ様、その願いで本当にあなたは幸せになれるのですか？なれるよ、決まってんだろ。ではどうしてそんな悲しい目をしてるんですか？また来る。じゃあ次はケケラの音声を流していきましょう。ここで使いたいのが、じゃじゃーん、メモリアルモーサーレイズバックルです。おー、マジか。あ、パッケージ俺初めて見ました。両円面になってて、はい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 、反対側にはナチスパロもいます。あ、ほんとだ。そしてデザインカードもデザインされております。あ、いいな、天面まで。で、これをさ、使ってちょっとやりたいことがあるんですよ。ほうほう。このメモリアルモンスターレイズバックルから大地くんの声を流して、メモリアル武人ソードバックルからケイワとケケラの声を流すと、こんな楽しいことができちゃうんです。こんなはずじゃ、ケケラ見てないで僕に手を貸せ。誰がお前なんかに。桜井ケイワを本物にするための生贄になれ。ハッハッハッハ。お前を許さない。こんな感じでね、メモリアルモンスターバックルと一緒に遊ぶことができちゃいます。でもこのシーンの再現ができるんだったら、はい、あれが入ってて欲しかったな。あの曲ですよね。あ、そう。もちろん聴けます。え、今回はバックオンさんのチェアを収録してます。うわ、そんなとこまでできるの。そうなんだよ。あっぱれ。やっぱり武人ソードといえばこの曲ですからね。そうなんだよね。ケイワ、ケケラ、ツムリ、この3人のね、ボイスを聞きながらチェアを聞く、これこそあっぱれですよ。すごすぎる。これタイクーンのサポーターの人大歓喜じゃない？そう。もうタイクーンサポーターの人はもう絶対にゲットしないと損ですよ。ちなみにさ、はい、とんでもない数のセリフがなんか入ってるみたいなことを聞いたんだけど、はいはいはい、どのくらいなの？なんとね、セリフ約100種類入ってます。100種類、はい、すごくない？やばいよね。やば。それをあっぱれだ。サポーターの皆さん、絶対ゲットしましょう。バンマニ。続いてプレミアムデラックスメモリアルファンタジーレイズバックルになります。早速デラックス版と比較してみましょう。ポケボーが持ってる方がデラックス版になります。パッと見で違いわかるよね。違いもね、一目瞭然だね。うん、この真ん中の部分、回転部分のデラックス版の時ってなんかちょっとキラキラってしたメッキっぽいような質感になってたじゃん。そうだよね。それがメモリアル版になると、こうプロップ準拠で金色塗装に変更してるんですよ。はあ。しかも細かいところで言うと、はいはいはい、この周りの円のところのこの溝わかります？わあ、細かい。そうそう、そこにもちゃんと塗装がね、追加されてんのよ。うわー、ここ、わかる？うわー、ここか。あ、そうそう、デラックス版って成型色になってるじゃん。うんうん。それが塗装に変わってんのよ。あー、綺麗だね、やっぱ塗装。そう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 、こう塗装に変わることで格段にね、高級感アップしてない？じゃあボイスを聞いていきましょう。はい。メモリアルファンタジーレイズバックルにはネオちゃんの声は入ってるんですが、はいはい、なんとクラマ昴生のボイスも入ってるんです。お父さん。そう。え、昴生さんの音声ってガンガ初収録だよね。そう、初収録。マジか、親子で。そう。最高じゃん。超嬉しくない？じゃあ今回はネオンちゃんと昴生さんの掛け合いボイス聞いちゃいましょう。お願いします。私はお前を愛している。お父様。いいな。
素敵な親子愛だよ。ねえ、そして昴生さんの声がマジでイケボ。イケボだよね。本当にいい声。そのイケボがこう間近で聞けるというか、ねえ、本当に昴生さんがここにいるみたいな感じの感覚になるよね。染み入っちゃう。で、昴生さんの声もっと聞きたくない？聞きたい。今回さ、変身しない？あ、いいんすか？ということで、仮面ライダーギャーゴの変身もやっていきたいと思います。ネオンは娘は私が守る。変身。さらにさらに。手紙ではこんな甘いこと言ってたくせに、なんで一般人を装ってしょっぱい対応していたの？あなたの本性はどっち？砂糖なの？塩なの？砂糖なわけないだろ。じゃあ私のことからかって楽しんでたんだね。最悪。なんでだ。手紙だと素直に言えるのに、面と向かうと逆のことを言ってしまう。この気持ち、俺はあの子を応援したいと思ってないのかな。それは違う。9まで入ってんだね。そうなの、9入ってるの。うわー、嬉しいな。昴生さんのイケボと9のイケボも、もう本当にイケボに挟まれて耳が幸。ねえ、耳がね、幸せだよね。もう終わりだと思ったでしょ。はい。え、まだ他のキャラの音声あるんですか？はい、そうです。また別のキャラクターの音声。じゃあ流しちゃいますよ。はい。ライダーにもなれないお嬢さんが何言っちゃってんの？不幸のどん底に叩き落としてやるわ。私はもう手に入れたから。本当の愛と幸せを。他人の ID コアが使えるとでも思った？叶うよ。願い続ける限り。ベロバの音声も入ってます。マジか、豪華すぎない？そうなの。てかさ、うん、今までのメモリアルバッグ全部合わせたら、うん、ものすごい量のセリフ網羅してない？もう、え、そうだよね、もうすっごいシーン再現できちゃうよね。ねえ、うん、物語終盤とかのシーンもさ、うん、もうファンタジーと武人ソードとメモリアルブーストマーク9とさ合わせてもう再現したいね、うん、ねえ、今までのメモリアルアイテムを持ってる人は、うん、よりね、再現度が高くなるから、これも合わせてゲットしてほしいよね。はい。さあさあ、2つの、ね、メモリアルを紹介していきましたけれども、ねえ、もうとんでもない量のボイスが入ってたね。うん、ちなみに今回紹介してませんが、こちらのメモリアルブーストマーク2をゲットすれば、サポートは全員のボイス聞き放題ってこと？その通り。ブーストマーク2にはジーン、うん、そして武人ソードにはケケラ、そしてファンタジーにはキュンとベロバーが入ってるっていうことで、もう本当にね、サポーターファンの人たちもね、超大量のボイスをもう聞けちゃうから、うん、ぜひ皆さんもう全部ゲットしてください。プレミアムデラックスメモリアル武人ソードバックル、プレミアムデラックスメモリアルファンタジーレイズバックルは明日7月23日月曜16時から予約開始になります。皆さんぜひゲットしてみてください。今日の動画はモニちゃんとイデボーがお送りしました。バンバニでは他にも仮面ライダーギーツのアイテムをたくさん紹介してるから、他の動画もチェックしてみてね。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。